私のために争うのはやめて。まあ、誰かが花子を取り合っているの？えへへ、言ってみたかっただけ。今見ていたドラマでやってたの。驚いた。さすがに花子の歳でそんなことが起きていたら大変よね。でもクラスで一番可愛い子は誰か一緒に男女ペアになるかで喧嘩になることあったよ。お母さんはどんなことがあっても花子が一番だからね。そういう風に慰められると逆に落ち込むでし。ごめんごめん。あら、そろそろねんねの時間じゃない。そうね、花子、取り合われるっていうのも大変なのよ。というわけで、こんな話はどうかしら。あなた半島事件。私は恵子、夫の事業でサイパン島近くに位置するあなた半島に来ている。夫が出張でこの島を離れている時、アメリカ軍からの爆撃に遭い、現地で働いていた島民はサイパン島に逃げてしまった。それ以来、私と同じ会社の社員一人、近くで船が沈没しこの島に逃げてきた31人、合計33人が取り残されてしまった。33人中女性は私一人。何か起こらないわけがなかった。沈没した船に乗っていた男たちはみんな10から20代だと言うじゃないか。恵子さんにも私にも夫妻がいるが、夫婦ということにするのはどうだろう。社員の提案により私たちは夫婦を装うことにした。というのも、日本からの救援物資が全く届かなくなってしまったのだ。初めの頃は食料などがまだこの事務所内に残されており、見殺しにするわけにはいかないと、沈没した船に乗っていた若者たちと合流することになった。そこで、女性がたった一人しかいない状況は危険だ、そう判断した結果だった。満腹にならない程度しかないけれど、いつ来るかわからない日本からの支援を残された物資でしのいでいたが、それも限界があった。皆さん、ごめんなさい。もう食料がなくなってしまったの。じゃあ、どうすればいいんだ。皆、悲観に暮れた。実はこの頃、すでに日本は敗戦し、戦争は終わっていた。何度か終戦を知らせに来るアメリカ軍の呼びかけがあったが、罠だと誰かが発したことで、皆疑心暗鬼になった。鬼畜米兵に捕らえられてはいけない。日本から助けが来るまで待とう。そう言ったものの、待てど暮らせど、日本からの助けはおろか、自社の救援物資すら届くことはなかった。とにかく、このままでは全員餓死するぞ。手分けして島の中を探って食料を確保しよう。島は東西の長さが9キロ、幅が 3.7 キロ。中央部は山になっており、小動物や魚、木の実などは取れる可能性があった。各々が散らばって島内の散策を始めたのだ。そこで見つけたのが。おい、恵子、俺の女になれよ。一人の男が山中に墜落したアメリカ軍機の残骸とともにあった拳銃を見つけたのだ。そこからこの生活は一変した。もともと本当の夫婦ではないので、現在夫と名乗る社員は殺されてまで夫婦でいる必要はなく、あっさりと夫の座を捨てた。私の命が惜しいため、この男の妻となることになった。食料調達？俺は拳銃の手入れで忙しいから。当然、銃を持った二人目の夫はこの島の王様のような状態になった。その日取れた食料はまずこの人から分配される。イモリに小魚、これっぽっちかよ。それでも何とかかき集めたんだ。その口元についてる汁は何だ。これはなんだ。本当に食べやがったのか。この野郎、ハメだな。黙っていればいい気になって。おっと、こいつが黙っちゃいねえぞ。いいのか。銃口を向けられて黙る。こんなやりとりが毎日続いた。また夜の暮らしも当然あった。四つん這いになれよ。初めの頃は持ち込んでいた服などがあったが、島の生活が長引くにつれ破けたりしてボロ切れのようになり、
原始人のように島に生えている葉などで腰身のを作って身につけていた。性欲の吐き口は私しかおらず、そのために夫となったのは明白だった。しかし他の男たちも性欲はたまる。拳銃がある以上、夫の座を奪うのは難しいと考えた彼らは、島に生えた大きな葉っぱに石でラブレターを刻んで渡してきたのだ。恵子さんのまばゆい笑顔に惹かれました。どうか一晩だけお付き合いください。ラブレターをもらった私はそれに全て応じた。慈愛の心もあったのだと思う。誰しも同様に性欲を抱える年代なので、新たな争いが起こらないためにも断ることはしなかった。それでも第二の夫は拳銃を断るごとに脅しの材料として使っていたので、よく思わないものが大半。第二の夫ができてから半年後、起きるべくして事件は起きた。第二の夫が転落死したのだ。小高い丘から転落したようだったが、どうしてそんなところにいたのかは不明のまま。そして持っていた拳銃も見つからなかった。当然夫は最初の夫に戻った。しかしそれも長くは続かなかった。真夜中に銃声が響いた。島にいる者は慌てて飛び起きる。まだ戦争は続いていると思っていたので、敵襲かと身構える者もあった。しかしそれは私が寝泊まりしていたところで起きた。私の隣で寝ていた最初の夫が拳銃で頭を撃ち抜かれていたのだ。俺が次の夫だ。寝静まった頃を狙って、寝床に鍵などないので静かに侵入して射殺したのだった。殺さなくったっていいじゃない。俺は島内で下っ端の方だ。いつだって誰より多く物を取ってはみんなに食われてしまう。こんな生活もう嫌なんだよ。恵子の夫になれば王様になれる。お前はずっと女王様だ。俺だってそんな生活がしたい。確かに私はラブレターの他に貢ぎ物として島になっていたフルーツなどをプレゼントされることもある。悲哀と慈愛の精神で夜慰めていたのに、そんな風に思われていたなんて、それはそれはショックだった。今まで使われなかった拳銃の力で夫の座を奪った第三の夫は今まで以上に横暴だった。それまでの生活で疲弊しきっていたこともあるだろう。その頃には栄養が偏って病気になって死亡するものや、第二の夫のように事故と思われるもので死亡するものも出てきた。明日は我が身、そう思っていたのかもしれない。ある日、採れた芋やもともとその島で育てていたサトウキビを使って酒を作ることに成功した。みんなで酒を飲むにしても、やはりかなりの労力をかけてもできるのは少しだけ。第三の夫が優先となり飲み始めた。そこで他に飲んだ男と口論となり、男が持っていたナイフで第三の夫も刺殺されてしまった。恵子は俺のもんだ。その夜は第三の夫の遺体の隣で4人目の夫となった男にめちゃくちゃにやられた。こうしてだんだんと殺し合いの元凶は私恵子であるという構図ができてしまった。身の危険を感じた私は、次にアメリカ軍が敗戦を呼びかけに来たら投降しようと決めた。しばらくチャンスは訪れなかった。男たちも牽制し合いが続いたので、無益な争いも生まれることはなかった。しかしいずれはまた何かが引き金となるのは目に見えている。私の投降が叶ったのは、実にこの生活が始まってから6年も経った時であった。日本の敗戦は本当だった。私に続いて残った男たちも全員救助された。はじめは32人いた男たちも殺し合い、病死、事故死などでたったの20人になってしまっていた。私はあなた藩の女王として雑誌や新聞に取り上げられ、やがて映画にまでなった。その多くは性の部分を面白おかしく興味本位で描いたものばかりだった。私は言いたい、ああした極限状態に置かれたら皆同じになると。そこで女王と呼ばれた私が幸せだったのかを考えてほしい。はい、おしまい。恵子さんの言う通り、ちやほやされ女王ともてはやされても決して気持ちの良い環境とは言えなそうですね。
極限状態に陥った人間の行動ほど予測できないものはないですから。花子もそこそこが一番幸せなんてこともあるのよ。ではおやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。